どうもこんにちはこんばんは、青いゲームです。ということで、今回はですね、モンハンワールドの上位の序盤で使える防具とですね、あとドラグライト鉱石、などこにあるのっていう人が結構いらっしゃったので、まあ、それのね、入手方法などをご紹介していきたいなと思います。もうね、もう行っちゃったらも,うもっと先ですよっていう方は、多分結構いらっしゃると思いますが、まあ、いつも通りですね、BGM かテラ、えー、流しておいてください。お願いします。ということで、まずなんですが、今、この装備してるやつなんですけども、これがですね、ドラグライト鉱石がちょっと必要でして、 まあ、ちょっと見ていきましょう。でね、あのー、上位の行くまでに、最後ね、えっとね、ディアボロスとレウスか、が来るんで、ちょっとね、結構強いっていうか、まあ、2、2発ぐらい当たっただけで結構、え防御力が低いと死んじゃうんで、なのでですね、まずは、よまあ、もう持ってて良かったの作って良かったなっていうのが、 まあ、いろいろ前の動画でもいろいろ言いましたけど、このインゴット装備、これが一番手軽でですね、まあ、作れるんですよで。防御も結構高いと。まあ、これ一式揃えておけば、まあ僕はちょっと腰は、ちょっとこう、えっと、雷属性の矢使ってるんで、まあこれなんですけども、これ一式持っとけば防御力結構上がるんで、まあ、これベストなんですよねで。ただこれにドラグライト鉱石が必要なんですよ。でドラグライト鉱石が結構早い段階で取れるのが、 まあ間違えたらごめんなさいね僕がもうやってみたあれなんですけどもあとねゾラマクダラオスっていうのがあのでっかいあのねでっかいあの,、ね、いあの竜みたいなやつが襲ってくるのがあるんですよあれ結構あのー、上位でもう一回ちょっとや,らやるんですけどもまあ、その1戦目の時になんかね体力を削ってとかこう変な突起物みたいなのを攻撃するんですけどそれをその時にちょっとぐるぐる回ってるとあの赤色の,あの鉱石のやつがちょっとあるんでそこでねちょっと取れるんですよなのでまだそこ行ってないって方は そこれをちょっとやってからちょっと上位に切ってもらうと結構早い段階でまあレウスとかディアボロス行く前にこれがちょっと一,一式一式っていうかまあ一式5個6個ぐらい取れると思うんでこう何個かあればだいぶちょっとね変わってくるのかなと。のでまあ上位の序盤でもこれでも十分これで戦っていけるので。 まずはゾラマクダラオスの,の、まあ、1戦目の時きに、まあ、ちょっと忘れずにこれをちょっと取っておくとあとがちょっと楽かなと。でまあそれでもちょっと取ってませんよって方は方は正気の谷だっけなでなんか出るっぽいんですけど僕も探したんですけどなかったんですよね。回の時には出んのかな分かんないんですけども僕が確認できなかったのでちょっと分からないんですけどもでえっとね、えっと、さっき言いましたがゾラマクダラオスの2戦目上位入った時にすぐ戦うんでそこでも取れます。 そこでもまあ取れるので、上位、本当に上位入った瞬間、星の,の6個のやつか、6から多分上位だと思うんですけど、上位の時、そこでも取れるんで、そこでまあ制作して、まあ上位序盤はこれで戦っていくのもいいかなと。で、まあそこでも取ってませんよっていうまあ、方もね、多分いらっしゃると思うんで、で、武器は基本的に僕が今、ちょっと持ってるのが、あの、なんだっけ、雷の。 やつなんですよ武器なんですけど、まあ、武器はねそんな結構今回多分ダメージ結構入ると思うんですよだから防御固めていけば結構勝てるんじゃないかなと思うんで、ね、でその2つねそのゾラマクダラオスでも取ってないって人はもうちょっと上位に入ると、まあ、探索こう始まるんですいけるいってるところの、まあ、ここかなここのね 一番最初にプケプケとか出てくるんですよププケプケとか出てくるところの横にすぐあったんでまあで他のとこちょっと行ったんですけども上位入ると探索にちょこ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 あの赤いのねドラグライド宝石のやつがまあ、出てくるんでまあ、そこまでもうあと我慢するかもう,もうそこまで行ったらですねまあ、上手い人だったらまあレウスとかディアボロスとか倒せばまあ、装備も整えると思いますけどもまあ、一番ね 楽に、まあ初心者の方とかね、ちょっとなかなか難しいっていう方、いると思うんですよ。ディアボロスとか、レウス何回も倒すの。の方はですね、まあ上位入ったら、まあこれをまず揃える方、揃えておけば、まあ後々楽なんじゃないかなと。上位序盤でね。まあ,あとんでまあ、終盤、上位もまたちょっと今日あのー、上位の素材とか出てくるんで、そっち集める前では、まあこのインゴット装備がまあ僕はおすすめかなと。 いうことで、まずちょっとね。で、プケプケ出てくるんすよ。あのね、舐めてかかったらちょっと一回やられた。<laughs> 結構強かった。うん。思った以上に強かった。ダメージ、なんか、二発、二発ぐらい食らったら速攻死んだから。で、まずこっちね。まあまあ、ここだけじゃなくても、上位入ったら結構いろんなところに多分あると思うんですよ。 まあ、あると思うからわざわざ、まあ、紹介しなくてもいいんですけども。で、まずこっちかな。一番こっちの奥に、ちょっとね、いらっしゃるので。そう、びっくりした。強かった。舐めてた。<laughs> ちょ、舐めてかかったらやられたでござるぐらいな。ここら辺に、あ、いないや。あ、いたいた、いたでしょ、ほら。あ、違う。 あ、リオレウスだ。やばい。<laughs> やばい。まあ、やってなかった。で、ここ。はい。ドラグライトね、出てきたでしょ。で、まあ、こんな感じで、まあ、上位の探索始まると、とですね、まあ、こんな感じでいっぱい出てくるので、まあ、これが、これで、まあ、ここまで我慢するしかないかなと。もう。なんかね、でもね、カでも出るっぽいこと言ってる方ももちろんいらっしゃるんですけど、いらっしゃるんですけど、 いや、僕ね、ちょっと探したんですけど、出てこなかったんすよ。ね、でですね、ちょっとあれそう、焦った。あのね、青井さんなんかね、可愛い装備なんかありましたってちょっと聞かれてたんで、ちょっとね、ちょっとここで。まあ、いろいろありましたけども、可愛かったのが、これが一番可愛かったね。胴体のこれ。ウルムーメイル。これね、あのー、普通にストーリー進めてったら、あのね、なんかね、顔パンパンになって、なんか PV にも出たと思うんだけど、あの、パンパンになって、なんかお、 襲ってくるような敵がいいの。あの、ポンデリングみたいなやつがいいんだけど、そいつの装備。これね、いい。<laughs> なんか超良かった。あー、かわいいとか思いながら。これ良かったんで、これね、興味ある方これ。どうすかこれ。いい感じでしょ <laughs> これまあ普通にストーリー進めていったら一個ぐらい作れんじゃないかなと思うんですけどもまあこれ一式ね作ってもいいと思いますしさあということでちょっと短くなりましたが今回はですねまあジョイ序盤でまああとジョイいくまでの間ね最後の方ディアボロスレウスとかいろいろちょっと連戦が続くのでまあその時にね防御力開けたいという方はこのインゴット装備っていうのを装備を整えておくということでねあとゾラマクダラオスの一戦目ででまだやってない方はすねちゃんとこうドラグライト鉱石を取っておくとまあその後ちょっと楽と。 になるのでぜひ取っておいてくださいということで今回はですねこの辺で終わりたいと思いますまあ、生放送とかでもモンハンやると思うので、えー、とお時間がある方は遊びに来てくださいということでよろしければチャンネル登録そして高評価の方もお願いしますそれでは皆さん